いよいよだなっていう感じで、ワクワクしてます、はい。12日に公開されたパリオリンピック前最後の代表合宿、沖選手もパリに向け感触を確かめました。沖選手は柳井市出身の28歳、木積小学校出身です。小学1年生の時にバドミントンを始めました。福島の中学校への進学のために柳井を離れ、高校卒業後は中学からペアを組む小林優吾選手とともに富山県の砺波運輸でプレー。世界選手権で日本の男子ダブルス史上初となる金メダルを獲得したほか、世界ランクの最高順位は1位、世界のトッププレーヤーとして活躍してきました。自身初となるオリンピックでメダル獲得が期待される中、先月末に柳井市に帰省、1日には母校を訪れました。母校日積小学校に帰ってきた保木卓郎選手、今は子どもたちとラリーを楽しんでいます。時折子どもたちにアドバイスもしながら、笑顔そしてリラックスした表情が印象的です。キラキラと目を輝かせる子どもたち。世界トップクラスのスマッシュも披露されました。的を一発で倒すコントロールの正確さと球の力強さに歓声が上がりました。この後行われた壮行会では、大舞台に挑む保木選手を後押ししようと、柳井市内外からおよそ200人が集まりました。怪我とかね、気をつけられて優勝されることを祈っています。中には保木選手の家族の姿も。オリンピックの舞台をもう楽しんできてほしい、それだけですね。はい、私もそうです。小さい頃から頑張ってきた、本当に嬉しいです。はい。壮行会では子どもたちをはじめ、会場中からエールが送られました。会場には市役所などで集められた応援メッセージが、その数なんと1000枚以上。会の合間に保木選手も一つ一つのメッセージに目を通していました。メッセージ見られてますか？いや、もう嬉しいですね。すごく緊張してきました、なんか。どんな緊張ですか？いや、なんかやっぱ期待されてるんだなと思って、はい。これす。うん、何ですか？あ、どこだったっけ？フランス料理食べてくださいみたいな。そんなことないですか？はい。あ、これですね。あ、本当だ。はい、フランス。そうですね。あとどこ？はい。あとなんか水分補給しっかりしてくださいって書いてあったっす。小学校まで山口行って、あとは福島行っちゃったんですけど、まあそれでもこうやってやっぱ応援してくださる人がいっぱいいるので、やっぱこの人たちのために頑張ろうとも思いますし、ね。はい、すごく嬉しいです。12歳で離れたふるさと、それでも柳井から多くの人が保木選手の活躍を祈っています。頑張ってください。金メダル取れるように頑張ってほしいと思いました。もう全てもう出し尽くしてね、悔いのない試合をやってきてほしいなと思います。ね、悔いなく発揮してしっかりとした試合をしてきてもらいたい。パリオリンピックで優勝してください。金メダルが取れるように頑張ってください。決勝まで行って優勝してください。男子ダブルスはこれまでオリンピックでメダルを取ったことはありません。今大会を自身の集大成と位置づける保木選手、柳井の大応援を胸に目指すは世界の頂点です。史上初のメダルっていうのを目指してますし、そのメダルの中でも史上初の金っていうのを目指して頑張っていきたいと思います。